ガンナはアメリカ合衆国のラッパーである。本名はセルジオ・キッチンズ。2018年の楽曲ドリップ・トゥ・ハードが全米4位のヒットを記録しメインストリームでの知名度を獲得する。2019年にはデビューアルバムドリップ・ワードローンにをリリース。2020年に2作目のアルバムワナをリリースし全米1位を記録する。ガンナは ジョージア州のカレッジパークで生まれる。フューチャーやキャムロン、アウトキャスト、ヤングサグを聴いて育つ。2015年12月に亡くなったキースとループを通してヤングサグと出会う。ガンナ2018年ミックステープドリップシーズン3をリリースし、ビルボード200で55位を記録する。リルベイビーとのシングルドリップトゥーハードが全米4位のヒットを記録し、 メインストリームでの知名度を獲得した。2019年2月22日、デビュースタジオアルバム、ドリップ・ワードローン2をリリースし、全米3位を記録。2020年5月22日、2作目のスタジオアルバム、ワナをリリースし、全米チャートで初登場1位を記録した。オペネア・フラウンフェルトに出演する、ガンナ2019年12月29日、 バトンルージュのラッパーであるテックは、ガンナが、クライムストパースのエピソードに出演し、警察と協力して、犯罪者を密告していたと主張した。ガンナは、テックの告発を否定し、調べればわかることだとコメントしている。またテックは、ガンナが、ヤングサグのファッションブランドを盗作しているなどと主張した。2020年6月8日、ガンナも出演していたリルキードの楽曲、フォックス後の、 ミュージックビデオの撮影中に銃撃事件が発生した。銃撃の結果、二人が命に別状のない負傷を負う。銃撃事件が起きたのは、当時多くの黒人市民が警察や他の人種によって殺害されるというブラックライブズ、マターの抗議活動が行われた数週間後であったため、ファンは心配していた。翌日、ガンナとヤングサグは無事であることが確認され、 楽曲は6月12日にリリースされている。2018年6月3日、ガンナとレコードプロデューサーで DJ のタウルスはダイヤモンドグリルでライブを行うためにアーカンソー州ジョーンズボロに向かう途中で道に迷い、警察官に道を尋ねた。警官は車からマリファナやエクスタシーなどの薬物の匂いを感じ、車内を捜索したところ食用のマリファナの箱を 発見したため、ガンナと DJ は共に逮捕された。二人は翌日に2500ドルの保釈金で釈放され、2018年7月27日に出廷することになった。ありがとうございます。